Thank you.
けになるんですか。あ、そう、そう言われます。暑いね。いや、1時間やるので。違う違う。ボソッと言わない。ここにお集まりの皆様、多分、自由を謳歌している人ばっかりだと思いますけど、自由だ自由だって思っていたら、案外思わぬところに不自由なことが転がってたりしてね、自由にやってるうちはいいんだけど、自由にやってると思ってたらそれを、妨害するやつがいたら急に不自由だなと思っちゃったりするわけですよ。というわけで、自由になりたい。 I want freedom。Thank you.
私ごとの話をさせてもらいますけど、昨日友達のバンドのねレコ発があったんで、昨日大阪まで行ってレコ発パーティー、まあ要は単なるライブなんだけど、あのやってきたわけですよ。で大阪から昨日の夜帰ってきて、で朝方家に着いて、でとりあえず寝て風呂だけ入って、でまたここにやってきたわけですよ。結構ハードスケジュールで睡眠不足で、あのへばってます。でだから声もねあんま寝てないから出てないでしょ、うん、あの今日は終わったらぐっすり寝ようと思います。で明日有給っていうやつを使って休むんで、本当にゆっくり寝ようと思います。じゃあ今日どんだけでも会われるんですかね。どんだけでも明日仕事行くわ。どう仕事だけ絞って。よし、じゃあこれやろう。ごまちゃん解き放ってるかい？解き放っていこうぜ。
ありがとうございました。そんなウィルスやっとのことになりました。よかったら物販コーナーにて少々音源を、あ、でもあれなんです、あ、ちょっと順を追って話しよう。去年の10月に、ブロードビストレコードというところから、あの、僕がバンド始めたばっかの時に初めて作ったファーストデモテープ、それたまたまあのブロードビストレコードの社長さんにあのライブの時に手渡ししたんですよ。それが30何年の時を経て7インチのアナログ版になって再発っていうことになりましたんで、で、あの、それあります。ちょっとお高いですけど、今7インチビニール版高いんでちょっとお高いですけど置いてあります。で、遊び心がありまして、ジャケットが2バージョンあります。で、金髪モヒカンバージョンと就職前にやむなく髪を切って黒リーゼントバージョンと2枚あります。で、よかったらそれと、今年のお正月かな、発売になったあの名古屋のデジポップスインドルスターさん、あの打ち込みでパンクやってる方がいるんですけど、その人とコラボした音源 CD あります。2曲入り、500円かな、とあとなんかレコードとか買ってくれた方に過去の音源プレゼントしますんで、よろしかったら、というわけでじゃあラストの曲いきます。
ゃあ世の中にちっちゃい小競り合いとか、喧嘩とか集団同士のグループの抗争とかもっと規模が大きくなったら戦争とかそういう争い事いっぱいあるけどあなたは争い事に巻き込まれちゃいませんか。自分には巻き込まれるんならプライドを持って戦う時はプライドを持ってやりましょうという曲長かったごめんよしやります、イエーイ